武井テレビ公転チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあ最近ちょっと配信してるんですが、僕が生まれ育った町の話ということで、僕は生まれ育ったのは徳島県阿南市荒田野町という、かなり田舎で、まあ唯一何軒かある大衆食堂とかで、普通盛りがない、大盛りと特盛りしかないんですよ。どんだけみんな、町のみんなが腹減ってんねんっていう、普通盛りはいらんっていう、ね、ようわからん町やったんですが、そこで生まれ育った、まあいろんなエピソードを喋ってますんで、今日も見てください。まずは、どうぞ。俺が生まれ育った町は徳島県阿南市荒田野町という、もう本当に山と田んぼと川しかないような田舎で、そこにね自然公園ってあるんですよ。どっからどこまでが自然や、全部やないかいと思ってたんですけど、まあそこでね、生まれ育ちまして、子供の頃は何なんでしょうね、まあ、やんちゃくれしてました。ほんでちょっと変わった子でね、人が驚くのが大好きな子供でしてね、そんでよく死んだふりとかよくしてたんですよ夏休み川でね、泳いでて、それで川岸のところで8時ぐらいのおばあちゃんがね、こう馬車こうしてるの姿を見て、すぐにパッとこういたずらが思いついて、あ、死んだふりしようと。そんでその川の上をプカーンと浮いてね、川の流れのままにこう流されていってるんですよ。うまいんですよ、もうペットボトルみたいな感じですよ、もう、それを川岸の向こうで見たおばあちゃんは、はあ、子供が溺れてるみたいな、流されてるみたいな感じになったよね。上車を置いて腰曲がってるんですよ。まあまあでも川は浅いからね、で腰曲がってるのおばあちゃん、川の真ん中まで来て流れてる僕をこう抱きかかえてね、僕大丈夫か大丈夫か言ったら、俺パッと目開けて、嘘じゃクソババーって言ってねそんなことやってたんですよ。そしたらお宅の息子がみたいなことをね、おばあちゃんから言われて、それで母親にね、脳みそずれるぐらいどつかれてね、右脳から左脳に変わるぐらい、お前はね度が過ぎると、ほんで、お前はもう悪魔の子やってよう言われてました。もう頼むから死んでくれってよう言われました。生きるって言ってましたよ。そんなんでね、まあ家のにおばあちゃんもいてるんですけどね、おばあちゃんにもよういたずらしてましたね。ドンパチっていう飴ね、口の中でパチパチパチってなるやつ、俺は子供の時流行ったんですよ。で、ばあちゃん、飴あげるわ、って、うん、何、手売り子、飴くれんの、珍しい、嬉しいわ、って、おばあちゃん、口開け、って、飴入れてあげるから、ほんまー、って。で、ドンパチ入れたら、パチ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 なんだ、あ、手売り子、ああ、私、お殺す気かー、って、またそれは母親に見つけられて、また右脳からその方に移るぐらい、脳みそずれるぐらいとつかれてね、そんなんがありましたよ。で一番ね、いたずらしてあげたのは、してあげたというか、おじいちゃんの仏壇にね、おばあちゃんがいつもこうお供えしてるお菓子を俺こう取って食べようと思ったら、食べるなって、どこで待機しとんねんっていうぐらい腹立って、それでちょっとおばあちゃんに仕返してやろうと思って、一回おじいちゃんの仏壇におばあちゃんの写真をこう置いてあげたことあるんですよ置いてあげたんですよ。でまあ隠れて見てたら、おばあちゃんいつものごとくこうね、独り言仏壇の前で言うてます、おじいちゃんにこう話しかけるみたいなね、おじいちゃん今日はね、おじいちゃんの好きなおはぎは、ほうって、そらそうや、己の写真があるんやからね、文江さん私は死んだんか言うてね、また母親に、今回そのことにはね、ちょっと脳みそずれるどころか、右脳から左脳に変わって、左脳から右脳に変わるぐらい、一回転するぐらいと疲れましたよ。お前な、人としてな、していいことと悪いことのな、いたずらがある。お前は人としてやったらいかんことをやってるんじゃ言うてね、初めてちょっと、俺もちょっと泣いてしまいましてね、あ、ほんまや、これはちょっと、度が過ぎたってちょっと反省もさされましてね、そんなんでまあ中学校もやんちゃくれでしてね、で高校なんか行く気なかったんですよ。大工の職人になりたかってね、中学校卒業したらなろうと思って、なんでか言ったら、家の骨組みのところに昼3時ぐらいコーヒーとまんじゅう食べて、でちょこっと仕事して帰るやんか、あんなええ仕事ないわ思って、
ねえ、お父ちゃんね、お父ちゃん、俺中学校卒業したら大工の職人になるわ。だそや、そんなもん学歴なんかいるから手に職持て言って親父もね喜んでたんですよ。な、俺あの4歳年の姉ちゃんがね、あの受験のシーズンになって高校ので、阿南高専っていうね、かなりレベルの高い5年学校で短大の資格も送れる、そこを受かったんですよ。で俺が受験の時になって、お父ちゃん俺大工の職人になるわ言うたら、うちの親父、アホか、これからは学歴社会や、高校行かな殺すみたいな、急に方針変えやがって。いや、竹池で初めてこう高校レベルの高い高校を受かったから、姉がもしかしたら竹池もちょっと学歴のある家族になれるんちゃうか言って、俺にもこう夢を託したんですよ。で親父怖かったから殺されたかなと思って、付け焼き場で勉強して、でまあ地元の徳島県立荒太郎高校っていうところを受けたんですよ。でまあまあ、地元やから合格発表の1日前に夜中学校の先生から電話かかってくるんですよ、受かってるかどうか。でお母ちゃんとお父ちゃんとご飯食べてたら、リリーンってお母ちゃんが「出る行こう先生からや」って、「ええー、ねん、どうせそんな受かってへんねん、そんなもんお母ちゃん取ってきて」言うて。でおかんが電話話して、ほんで帰ってきて、で親父がおかんに「どうやった?」って言ったら、「あかんかった」って。俺も「ええー、あそうなん?」と思って、まあまあまあそうやけど、そんなもん受かるわけないねん、俺は大工の職人になんねん言うて、自分の部屋へ戻ってね、思いっきり泣いてたんですよ。やっぱりこう付け焼き場で勉強してもちょっと自分の中では期待してたんですよ。それで、でもまあ待てよと。俺もね、さっきから言うてる子供の頃から悪魔の子って言われてたから、あんまりこう人の言うこと信用せんかったんですよ、なんぼ母親でも。いやちょっと待てよと、これ自分の目で確かめようと思って、で次の日合格発表当日、地元やから自転車で徳島県立荒太郎高校見に行ったんですよ。ほんで校門のところにこう合格発表、こう名前がバーッと貼られてるところに、と思った、竹井照彦って名前載ってるんですよ。俺受かってるやんけ思って、んで慌てて公衆電話から家電話して、もしもしお母ちゃん、お母ちゃん俺受かってるやん、だからうちの母親、せやろ、そんだけ受かりたかったやろ、その気持ち大事にして高校3年間卒業せなあかんで言って、騙されてて、どな思うこれ、あの普通の子供やったらこれ自殺してんで、もうあのね、おかん人としてやったらいかんいたずら、あんたが一番やっとるやないか思ってで家帰ったらうちの親父ね、大工道具買ってまして、親父も騙されてて、マジな話、うちのおかんほんまにこれ騙されてましたからね、ほんまに人として、やっていいことと悪いことの度が過ぎた、あいたずらやしたあかんっていう、あんたが一番やっとるかなっていう、ちょっとね、まあね、子供ながらにも矛盾した点っておかんにあったんですよ。あの、よういたずらばっかりしてるからもうイライラするんやろね、もうあの醤油こぼしただけで怒られる、醤油こぼしな言うて、誰でも醤油こぼすっちゅうねん。ほんでおかん、自分がちょっと味噌汁こぼして、ああお母ちゃんとしたことがあって、どういうことやねんって思いながら、なんかその矛盾したことがいっぱいあったんですけどね。まあそんないたずらばっかりしましたよ、ほんまに。ばあちゃんにお茶入れてあると、ほんまテレビ子お茶入れてくれるんって言ってね、お茶入れたふりして入ってないんですよ。これをばあちゃんのところでうわーってなって、おばあちゃんうわー、ちょっと曲がってる腰がピーン伸びたりして、ああ笑って、また後ろから母親にバーン脳みそ釣れるぐらいどつかね、そんなことばっかりしてました。続いて、見てください、どうぞ。俺が生まれ育った町は徳島県阿南市新田野町というところですよ。もうあのむちゃくちゃ田舎で、考えられへん、あのポツンと一軒家のスタッフがよう見つけんかったぐらいの、Google にもこうのどうしてもこう乗っかってないみたいな、そんな町ですよ。でまあ家も貧乏でした。あのいやほんまにあのね、友達のお金持ちの家行って、昼3時になんかオレオのお菓子と紅茶が出てきて、これなんやったら、おやつや、おやつってなんやって、ご飯前に昼3時に出んねやみたいな。で家帰って、お母ちゃん僕とこもおやつして言うたら、うちの母親、
おやつおやつってお前は外人かってわけわからんこと言われて、まあおやつは一回も出てきたことはないんですが、でまあ自転車もね、子供の頃って友達とかはもうピーターパン自転車とか仮面ライダー自転車とか、女の子やったらピンクレディー自転車とか、こうキャラクターのついたとかね、その時のアイドルのチェーンのカバーとかついてる自転車みんな乗ってるんですよ。でも俺はもう家貧乏やから買ってくれへんから、母親が唯一乗ってるママチャリを家族で共有してるんですよ。だから子供の頃も小学校2年生とかそんなんでもおかんのママチャリを乗ってるんですよ俺。で今のママチャリみたいにコンパクトじゃないんですよ。あの当時のママチャリって結構でかいんですよ、 こんな感じで。でこう前のこうフレームがこういう風な感じになって、でもちろん椅子とかのところに座ったら届かへんから、その椅子の下のフレームのところで、でハンドルもこう上やからこういう風な感じでこう乗って、友達とか待ってくれとか言って、友達がもう なんやお前みたいなんでバカにされてたみたいな感じやったんですよ。もちろんあの中学校になっても、中学校になったらもう俺らの時でね、こう男子は特にあのね変速ギアとか入って、ほんでこうスイッチ入れた後ろのテールがピカ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 とか光ったりする自転車が流行った時代なのよ。でもそれ結構高いね。それももちろん買ってくれへんかった。もちろんそのおかんのママチャリを、乗って、みんなはこうピカ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 とか光ったり、五段変速のカチャンカチャンとかやってるけど、俺はもう変速なんかあれへん。口で言うてるだけ、カチャンカチャンカチャンとかで待ってくれーみたいな。なみんながなんやお前みたいな感じでバカにされてる感じやったんですよ。で、中3の時にね、みんなでこうやっぱりちょっと流行ったもんがあって、ちょっと暴走族とかバイクに乗るのに憧れて、もちろん中学生なんかバイクに乗られへんから、その自転車の前のフレームのところにこれぐらいの四角い厚紙をこうガムテープで貼り付けて、スポークに先が当たるようにして、でこうね自転車こいたらこのスポークに厚紙が当たって、パタ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 っていうのがバイクのエンジン音に聞こえるんですよ。それがちょっと流行ったんですよ。でみんなもこう厚紙つけて、でその時に俺ここぞとばかり、これはちょっと今まで俺をバカにしたのをちょっと、やっぱり竹井は違うなっていうところを見せたろうと思って、俺だけ厚紙じゃなしにもうプラスチックというかもう硬いやつを、近所のおっさんで溶接工のおっさんおったから、その前のフレームに溶接してもらったんですよ。まあまあ家族で共有してるおかんのママチャリですよ。でそれつけて、ほんで友達みんないてるところに後から俺が行ったんですよ。そしたらもうね、みんなは厚紙やがバタ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 だけやけど、俺のちゃうねん、うーとか言ったら、みんななんや竹井お前すっごい、お前そらお前ヘルメットいるでみたいな感じでね、おすごいなぁそやろみたいな、おやったらここでちょっと見返すことができたみたいな感じやったんですよ。ただその ママチャリは家族で共有してて、おかんもそれで買い物に行くんですよ。おかんはいつももう恥ずかしいって言いながら、もうこれ溶接してるから取られへんのよ。でおかんが買い物行って、前のカゴに大根とかね、ネギとかこう入れて、で俺ら友達と集まってる前をおかんはこう通り過ぎていくんですよ。その時にボボ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 って行くわけよ。そしたら友達がお前のおかんすごいなみたいな感じで、それからうちのおかんのあだ名みんなからハーレママって呼ばれるようになって、まあ本当にこれマジな話、ボボ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 って取れへんから、お母ちゃん恥ずかしい言って、おかんもママさんバレー、夕方近所の公園に行くのもそれで行ってた、ボボ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 言って、みんなから注目されとった、お母ちゃん恥ずかしい言って、ある時パッと見たらヘルメットかぶっとった時あったわ。なんかもうバイクに感じてきたんやろね。まあみんな
自転車買ってくれるけど、いやほんま貧乏やってそんな買ってきてくれへんかってなんか悲しかったけど、でも近所でもっと貧乏な子がいてて4、5歳の子が、4、5歳まで行っていいかな、近所の子供とかでお金があるとことかって、こう足でこうやる車、わかるかな、昔こんなあったんやけどな、でこう走るやつ、タイヤこういう風にやってこうやる、こうちっちゃい車、あれ乗ってるんですよ。で近所で貧乏な家あって、それ買うてやられへんかから、俺ら子供の頃わかるかな、俺ら世代しかわからんかな、赤ちゃんがこう倒れないようにこう輪っかみたいなんでこうついてて、ゴマがついてる、こうどう言うたらね、こう倒れへんように、ほんでこうなんかこうお尻をこう吊り上げるブランコに乗ってるみたいな感じがあって、こう周りにこうあってこう動けるみたいな、あれにハンドルつけてて外走らしてたわ。かわいそすぎるやろ思ったわ。こうたれよって、でもその子ブブブブブーンって言ってたわ。じゃあ続いて見てください、どうぞ。俺が生まれ育った町は徳島県阿南市新田野町という、もう考えられへん田舎で、町民の人口より野良犬の方が多いんちゃうかという変な町で、野良犬って最近見えへんようになったな。もう田舎ではね、特に俺ら田舎の野良犬って鼻が赤いんですよ。で目が血走ってるんですよ、絶対狂犬病やでって、そういう犬がうろうろしてた町で生まれ育ちまして、まあ家も貧乏でね、そらお誕生日会とかなかなかやってくれへんというか、やってもその出すもんがないから、で1回だけ小学校4年生の時ね、てんちゃんも、俺てんちゃんと呼ばれてたんですけど、てんちゃんのお誕生日会しようって言われて、クラスの子が言ってくれて、ほんで俺の初恋の吉田ゆかりちゃんも来てくれて、かというて、まあまあ誕生日やからで別にケーキを用意してくれてることもなし、おかまもパートに出かけてるし、それでうちのばあちゃんが、ああそうか、テリコの誕生日か言うて、お菓子をね出してくれた、仏壇にお供えしてるかりんとうなんですけど、それをお皿に1人3つずつこう並べた時に、初恋の吉田ゆかりちゃんがちっちゃい声で、犬のうんこやっていうのが、もう俺トラウマになってもうて、そっからまあ誕生日会が開くことはなかったやけど、まあだからね、自転車なんかも買ってくれへんかったね、子供の頃のピーターパンとかね、仮面ライダーとか、みんな自転車、キャラクターについて自転車乗ってるやんか、俺ならそんな買うてくれへんから、おかんのママチャリを家族で共有してたんですよ。で小学校の時なんか背ちっちゃいし、そのママチャリ言うと、もう昔のママチャリって今みたいにコンパクトじゃないのよ、結構フレームもこういう感じで大きいんですよ。だからもちろん椅子なんか座ってこう運転できへんから、前のこのフレームのとこにこうやって、ほんでハンドルがこう上なんですよ、ほんでブレーキがこう届かないんですよ。それで友達らと遊ぶ時に待ってくれみたいな感じで、ほんで坂道なんかもフィアーみんなシューって行くんやけど、俺もシューン行くんやけど、みんなはこうブレーキキュッ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 って止めるんやけど、俺こう上でこう止まれへんから、右足でねこう地面にこう吸ってこうブレーキするんですよ、ギャーみたいな。ほんでそれで上靴ももうボロボロの上靴を、学校の上靴をもうそのまま外でも履いてたから、その坂道 の足のブレーキで摩擦でこう足溶けて、靴がね、ほんで足の裏大やけどして泣きながら帰っていたことあるんですよ。足の裏の大やけどを見て、うちのおかんが、お前は人のせん怪我をするみたいな、人のせん怪我するってしゃあないやないか、お前を自転車買うてくれよみたいな。でも要は人のせん怪我をするってよう言われてたわ。俺ら勇気レベルシリーズみたいな、俺が遊び考えて、勇気レベル80とか100とか120とかって、だんだんこう勇気レベルが上がっていく遊びがあるんですよ。で勇気レベル80ってどういうのかって言ったら、ブランコの、地面とブランコの間にこう寝るんですよ。で、こう友達がこうブランコに乗るんですよ。ヒューンヒューンと。
これ結構勇気いるんですよ。な友達がやっぱりてんちゃん勇気レベル80はてんちゃんしかできへんわ、当たり前やんけーとヒャーヒャーヒャーって時、ここに野良猫が来てニャーって鳴いたのよ。それふっと振り向いた時、鼻にガーッだって、鼻血ブワーッ出て、もう泣きながら家に帰ったら、人のせん怪我をするってまたよ親に言われて、ねえ、そんな遊びをようやってましたわ。で、勇気レベル120っていうのがあるんですよ。それは何かっていうから、俺らこう田んぼでね遊ぶんですよ。で、田んぼの隅の方にこう肥だめみたいな、肥料のためにこう肥をね、まあ俗に人糞ですよね、をこう溜めてる肥だめがあるんですよ。で、夏になったら表面が乾いてカチカチになって、結構その上を歩くっていうのが流行ったんですよ。結構勇気いるんですよ。で、1人目は大したことない、2人目もちょっと怖いけど、3人目がもうちょっと勇気レベル120なんですよ。で、1人目友達がピリキュキュって歩いて、で、2人目キュ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 みたいな感じで歩いて、ほんで次俺や、勇気レベル130や、てんちゃんしかやっぱり勇気レベル130でけへんわ、当たり前や、任しとけで、ビヤーン行って、うんこの上のカチカチの前に行っていけるかなと思ったら、急にズボドド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 ってうんこの中へも入ってしまいましたね。うんこまみれ、うんこまみれになって、うわーって出ていたもん。友達もうわ何言うもー言うて走ってみんな逃げていかれて、俺泣きながら家に帰っていったんですよ。で、玄関のところでね、外でね泣きながら、うちのおかんが俺を見つけて、おかんももういやらしいというか、わざとなんですよ。あれ家の前になんかうんこまみれの子おるでみたいな、俺って分かってるのに、お父ちゃんちょっと来てみたいな、あれ見てみ、家の前にうんこまみれの子おんでみたいなちょっとバケツ持ってきてで、おとんがこうバケツに水入れて、で、そのバケツを俺に、どこの子やろ、バシャーやったら、うんこバシャーとれて、うちの子やーみたいな情けないみたいな、人のせん怪我をするー言うて、そしたら親父が、これは怪我ちゃうやろみたいな人のせん怪我をするってよう言われてたわ。まあ確かにね、わけわからん勇気レベルシリーズとかで、人がせん場所の怪我とか、その鼻のここらとか足の裏やけどとかしてましたね。まあそやな、変な遊び思いついてよ、いろんなやってたな。自転車をバーッ走って途中で飛び降りるんですよ。で、無人の自転車がどこまで行くかっていうので、俺かなり優勝候補やったの。もうずーっと行くわけよ。で、まあ結構それバランスよく飛び降りるために、ほんで長い距離行くためには結構スピード出して、シャーンと飛び降りて自転車だけがピヨーンって行くわけですよ。で、公園のフェンスとか壁に当たって自転車がガシャーンなるのを見て、ケタケタ笑ってて、な自転車もボロボロ、もうそれも家族で共有してるおかんのママチャリやから、もうボロボロになってるんです。それよおかんに怒られて、どこへぶつけてんのこれはみたいな。で、一回近所の公園でまた無人自転車がごっこ やろやー言うてるので、てんちゃん行きやーよっしゃーみたいな、うわーっと自転車キャン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 行ってる時に、フェンスの向こうでおかんがパッと現れて、うわ怒られろと思って、無人で行ってる自転車うわー来てる、どうするかなと思ったら、こっちの方でハンドルガン持って、今日の晩ご飯カレーやで言うて、帰ってきや言うて、その自転車乗って帰っていったわ続いての話見てください、どうぞ。俺が生まれ育った町は徳島県阿南市荒田野町という考えられへん田舎で、未だにバスが、ボンネットバスが走ってるマジなんですよ。昔走ってたボンネットバスがまだ走ってるという、そんな町で育ったんですけど、母校がそこの地元の僕は、高校を徳島県立新田の高校という、まあそこを卒業したんですけど、まあその高校はね、もう今は、亡くなってしまいまして、合併されて阿南光高校っていう
高校になってしまったんですけど、まあ僕ら新たな高校、まあ僕ら時代はもう本当にビーバップに出てくるようなそんな学生の集まりの、高校でした。僕やろよりね7つぐらい年上のその新たな高校がもうひどかったらしいんですよ。いやこれマジな話、廊下をバイクで走ったりとか、そんで裏の山から線路が見えるんですよ。ほんで俺は田舎電車じゃない汽車なんですよ。で汽車でその、何駅か向こうで阿南水産高校っていうのが、通学でみんな乗ってるんですよ。そこ男子校でむちゃくちゃ悪い。それでそこで新たな高校と揉めてたみたいで、新たな高校のその先輩の、ある人がその裏の山から汽車に向かって散弾銃撃ち込んだっていうんやからね。あくそ届かんのって言うてた。これマジな話、なんちゅう高校やねんと。で俺らの時もまあそらやんちゃなやついっぱいいてましたよ。まあでもおもろいやつというかやんちゃなやつっていうかおもろいやつ多かったですね。あクラスでねあだ名がチンゲっていうやついてるんですよ。もう怪力男で、ほんでこう胸毛から髪の毛から背投げあって腕毛から足毛から腹毛が全部がチンゲみたいに絡まってるんですよ。くる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 。ほんで授業中バーっと いろんなとこ抜いてクイズ出すんですよ。チンね、はいこの毛は何でしょうって、これはチンゲ違います、腕毛ですみたいなね。そんなんで、まああだ名はもうほんま全部が全部やから、あだ名がチンゲっていうあだ名なんですよ。で先生もチンゲって呼んでるんですよ。っていうのは何かって言ったら、すごくチンゲは影響されやすいやつで、例えば1日前に家で任侠映画金曜ロードショーとか見た、それで次の日学校でおったら、おおチンゲおはようと、おはようさんですみたいなね、何影響されとんねんみたいな、とうとう出てきましたって、どっから出てきたんやと、なんか影響されて、ほんでグッドモーニングベトナムとか見た次の日はグッモーニング、あいつチンゲグッモーニングベトナムみたいなであれみたいな、すぐ影響されるんですよ。である時ね、何でも物事普通に信じるやつなんですよ。文化祭でね、どっかのクラスがこう、芝居を、演劇をやってるんですよ。で、俺ら二人横にチンゲ出て見てて。で、やめて!やめてって言ってるでしょ!やめてよ!とか言って、言うセリフが、女の子が男の子に向かって言ってるセリフがあるんですよ。それをチンゲ見て、あの子、やめてって言ってるやんけって言ってるんですよ。おもろい。いやいや、チンゲあれ芝居やでと。いや、でもやめてて、やめてーって島に女の子が、やめてーって叫び声とともにチンゲ舞台に上がっていって、その男の方に、やめてって言うとるやろ、こらー言うてボコボコにして、で、先生とかがみんな、チンゲ君を落ち着きなさいみたいな。で、舞台の前で先生が、失礼いたしました。みんな、チンゲ君は今保健室で寝かしてあるので、芝居続けてみてください、みたいなこと言うとったわ。これマジな話。それから避難訓練あるやんか。でチンゲはいつも、学校来ておはようございます言う前からもう寝てんのよ。ほんで学校終わるとか昼飯の時とかに起きるんですよ。どっから来とんねんと、ね、夜何しとんねんやというぐらいよう寝てるわ、うん、ほんである時こうもう朝来てチンゲはもう寝てんのな。1時間目始まる前に先生が、今日は4時間目終わったら、避難訓練があるんで、わかりました、じゃあ、うっとうしのーとか言ってて、ほんで、まあ、4時間目終わって、急にリリリリリって非常ベルが鳴って、まあまあ、避難訓練ですよ。ほんで、チンギはパン起きて、リリリン言うとるやんけ、とか言って、いや、避難訓練やなって言おうと思ったけど、ちょっとおもろいなと思って、そやねん、チンギ、隣の教室燃えとんねん、言ったら、ほんまげえ言うて、消火器二つ持って、隣の教室行って、消火器ブワー進学落ち着け落ち着け避難訓練じゃー言うて。隣の先生がまた、俺らの教室行って、避難訓練、皆さんやってください。進学君は今保健室で寝かしてありますから、みたいな、おもろいやつやったわ。で、ある時ね、俺が高2の時かな、
まあ、高1の後輩がその水産高校っていう高校にね、そう俺らの時もちょっと対立してた感じやったり、カツアゲされたみたいなことを俺に相談してたのをチンゲがたまたまそこを通りかかって、チンゲは俺自分に相談されたみたいに思ってしまったんかわからんけど、わしがやったろみたいなこと言うてるんですよ。でどうするんやんなと思って、チンゲの、後ろずっとその後輩と2人でずっとつけていったら、剣道室行って木刀を一本パクってきて、でそのまま新たな駅まで行って、俺らの後ろからずっと見てて、で汽車に乗って、俺らもこそっと汽車に乗って、ほんで一駅二駅日和佐駅っていうとこ降りて、そこ水産高校の、があるとこなんですよ。でチンゲどうするんかなと思ったら、文房具屋やってガムテープこうできて、ほんで木刀をこう右手に持って手でぐるぐる巻きにして木刀が取れんようにして、かっこいいチンゲあるな、一人で行くんやみたいな。ほんで後ろからずっとついていったら、もう水産高校の校門の前でブワー入門出しになって、まだ授業中なんです。ほんで教室の窓全部こっち側にあるから、生徒は全員見えるんですよ。その全員に向かってチンゲが、おらわしの若いもんやったやつ出てこい、おらって全員出てこい、おらって、全員出てきたんですよ。全校生徒がなんじゃこりゃうわーと校庭に出てきた時、チンゲさすがおおおおで逆向かってブワー走ってるんですよ。なんやチンゲ逃げてるやんけ。途中でバンと止まって、何するんかなと思った、こうやって木刀取ろうと思って取れへんの、ガムテープでぐるぐるにしてるから取れへんし、ほんでバーッと振り向いて全校生とかわーって来る中、真ん中グワーと突進していったんです。さすがチンゲ大したもんやーと思ったら、ブワーとその全校生徒が来てる真ん中をずーっと突き抜けていって、そのまま職員室に逃げ込んで、後から聞いたけど、すいませんお宅の生徒が僕をいじめる、助けて言って助けてもらったらしい。チンゲ君おもろいやつでしたわ。まあね、まあクラスでもいろんなおもろいやついてまして、高校時代楽しかったですよ。まあそやね、小中高と僕はもう全部地元で、ほんでもやんちゃくりしてたけど、もう学校が大好きな子供でしたね。小中高と、もう校歌も全部覚えてるしね。小学校はね、雲も紫に流れ入れ、姿勢の旗の立つところってこういうね。で中学校は、めぐる山並み緑こきっていう。で高校は、緑こき四国の山並み響き合う桑野の流れ、全部覚えとんね。全部高校校歌を歌えるヤンキーでしたよ。さあ続いて見てください、どうぞ。俺が生まれ育った町は徳島県阿南市新田野町というところなんですけど、まあ、人口何千人ぐらいしかいてないような田舎なんですけど、山と川と田んぼぐらいしかないような。ほんで町の名産がまあタケノコなんですよ。どこの家庭のところ行ってもタケノコのこう缶詰のこう内職をしてる光景が結構見える地域で生まれ育ったんですが、そんでまああの唯一ね、人が集まってくるのに母校徳島県立新田野高校というところがその田舎のところにあったんですよ。だからこういろんな町からそこの学校にみんな汽車から降りてくるから、結構学生たちでにぎわうっていうのもあったんですけどね。ほんで駅前に唯一ね、そのヤンキーたちが集まる喫茶店が唯一一つあったんですよ。喫茶タケノコを言うてそのまんまやないかみたいな、そこの母校を僕は卒業しまして、まあそこの高校はね、やんちゃな高校でして、ビーバップハイスクールに出てくるような高校だったんですよ。で、あの校則にね、こうマジな話、豚を蹴ったら謹慎って書いてるんですよ。マジやで。まあ俺は農業か普通か畜産かってあったんですけど、そこでこう豚を飼ってたんでしょうね。俺らの時も飼ってたんかちょっと分からない。先輩とかがその豚を実際に蹴ったやつがおるんやろね。それでまあ高速に書かなあかんで、豚を蹴ったら謹慎って
な、明日のジョーやないんやから豚蹴ってどうするつもりやねんっていうぐらい、まあそういう学校なんですよ。面白おかしいみたいな変なやつがいっぱいいてまして、でまあ俺らの時代もこうやんちゃくれで、それでまあ学校で授業中こうねじゃんけんして負けたやつは今から誰か一人がねバイクでこそっと来てるやつがいてて、それに乗って、校庭を一周授業中にするいうので、じゃんけんポンってほんなら2期っていうやつが負けて、2期って1個ダブってるんですよ。だから高2の時17なんですけど18なんですよ。それが俺かみたいな、行ってこいやみたいなんで、ほんで授業中、原告の授業をしてる時にボン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 って校庭ブワーッと入ってきたんですよ。で全校生徒が窓際に来てみんな何や何やって見てるの。ほんで俺らもおわ何やみたいな。ほんでもう2期は青の、FX Z400FX、 それで青の特攻服着て青の鉢巻きしてサングラスして、ほんで青のマスクしてババ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 もう顔バレないようにババババ何や何やとか言ったら、ほんな担任の先生が俺の横来てあれ何やみたいな、先生あれが噂の青いリボンの騎士ですわ。先生が「2期禁止!」って、もうバレたんね2期って「ほぼぼぼぼ」やったら2期「みたいになって禁止になってしまったんですけど、そんなアホみたいなことばっかりしてまして、まあその中でね高校生活いろいろやりましたよ。それはもうね、あの喧嘩もあったし、禁止も食らったこともあるし、まあいろいろ積み重ねながらも、俺は高1はほとんど学校行ってないんです。謹慎ばっかりなんですよ。喧嘩ばっかりして、先生とも喧嘩したことがあって、今でも覚えてるのは川野先生って担任の先生、剣道部の先生や。で謹慎中腹立って、先生のことが腹立って先生に喧嘩売りに行った、学校に。分かった、で川野先生がお前剣道室来い言うて、で市内持っておいかかってこいとか言って言うわけよ。で俺はクソったらか、俺舐めてんのかこら言うて、うわー行こうと思ったら先生にパパパパパパーンって一発にいかれて、今やったら体罰やでって、そんなね。それでまあまあ高2の始まった頃にちょっと進路指導みたいなのがありまして、それでその時の担任が堀崎先生っていう先生で、竹君卒業したらどうすんねんって。ほんならもう俺はその時からもう自分の中で決めてたことがあって、それは芸能界に入るっていうことね。もうこんなこと言うとアホにされるかなとか思いながらも、バカにされてもええわと思って、ちょっと正直に言うてみようと思って先生に、先生俺芸能人になろうと思うと言うたら、先生が、あそうかと、それやったら高校ちゃんと卒業しろと、この高校でさえ卒業できへん中途半端なやつが何やっても無理やぞって言われて、そっから俺毎日学校に行くようになって、一日も休まないヤンキーやったんですよ。頼むから先生に一日ぐらい休んでくれって言われたこともあるんやけど、そんなんでね、なんやかんやで、まあ卒業式を迎えることになって、ほんでまあ卒業式の時に卒業証書もらって無事終わりまして、ほんでみんなで屋上に上がって、俺はクラスの担任を呼ぼうと、ほんでお礼に花束を渡そう言うて、ほんでみんなクラス集まって先生呼びに行ったんですけど、先生待てど暮らせど来ないんですよ。もうな、もう本当にもう夕日が沈むぐらいで、校舎のもう夕方も終わりぐらいやなみたいな、もう生徒マンもほとんど帰って、ほんでクラスのみんなも一人帰る二人帰る、だんだんで、なんで来へんのやろ、そらそうや先生、そんな花くれるとはお前どつかれると思ったよね、お礼参りされると思って、で先生もう帰ったでみたいな、ほんなみんなもバーッ何やそれってみんな帰って、で俺とそのチンゲっていうやつがいてるんですよ。そいつどの体毛も腕の毛とか足の毛、腹の毛とか胸毛とか全部チリチリで、どれ見てもチンゲに見えるんですよ。そんなあだ名がチンゲっていうやつなんですけど、そのチンゲと二人になって、でなんとなしに二人がちょっとこう真面目な話になって、「時お前卒業したらどうすんねん」とか言って、で俺はまあ芸能人になるというのは恥ずかしいし、もうお前賃金お前どうすんの、俺は家の手交渉継ぐわみたいな、あそうなんや、時お前 どうすんねんとか言うから、もう笑われるかも分からんけど俺言ったんですよ。あ俺な芸能人になろうと思うんやと、なそっちには笑うんかなと思ったら、
卒業証書の丸いあのポカンと開けて卒業証書を出して、そうか、じゃあこれにサインしてくれっていうわけですよ。でマジックもちょっとあったんで、で俺が武井照彦って、俺もう高校時代から自分のサイン未だに使ってるやつなんですけど、サイン決めてたんですよ。で武井照彦って、同じにおうって言った、おこう俺がファン第1号やのみたいなことで、なんか俺ちょっと涙出そうな、ありがとうな、そやけどな武井言うて、なんやって誰が表に書け言うた俺あの卒業証書って書いてる方に武井照彦って書いたってあの卒業証書にサイン書いたって、あれ持ってくれてるかな、本当に表の方に書いたってまあでもね、やんちゃくれをやってましたけど、まあ無事卒業して、ほんでまあ芸能界に入って、そら誰しもがそんなもんなれるかい思ってたんだろうけど、でも俺は正直のデビューしてビッグブラザーズというコンビで、まあいろんな賞をいただいて世に出るようになって、ほんでまあおはよう朝日とかいろいろピンでも、まあね、大阪ではまあ毎日テレビに出てるタレントでしたよ。でその時で俺が25、6の時かな、母校がその徳島県立新たの高校が何十周年記念かなんかで、それで先生から電話、その時加藤先生、体育の先生かな、加藤先生から生活指導もやってあった先生かな、から電話がかかってきて、大阪の住んでるところに、ね、武井君ちょっとゲストで来てくれへんかみたいなんで、それで俺呼ばれて行きましたよ。おー、それで新たの高校先輩の人生とはみたいな、なんかこんなね、大きな文字でこう書いてくれてましたわ。で、その時の校長先生もね、あ、どうも今日はわざわざって、我が母校の誇りですみたいなこと言われて、もうやんちゃくれしてたもんが、こんな形で母校に恩返しできるとはみたいな、すごく嬉しかったですね。ほんでもやっぱりまだその当時でもやっぱりヤンキー多かったですよ、生徒が。ほんで俺こう出て行ってね、みんなオナニーしてるかーい、うえーなった袖で見てた校長先生が、スタン、なんちゅう話しとんねんみたいな、まあまあそっからちょっといい話もして、すごく盛り上がったんですけどね。まだまだ、生まれ育った、僕の話、まあこれね、一本ずつ上げて、TikTok にはこう上げていってるんですよ。それでもこう、また溜まってきたら、こうやってね、特集にして、また皆さん YouTube で配信しますんで、お楽しみに。